もピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース is it's a machine time again ということで、タイムアゲインってついてたらさ、何周もさせられるようなコースが来るんじゃないかとビクビクしているんですけど、そんなに難しいっていうコースじゃないと思うんですよ。そして説明文見てもらっていいですか。 is it's really true、 それは真実かって言ってるんですよね。わかるかそんなの。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.9% で、今日の僕は元気だからね。さっき大好物の大きなハム&卵を食べたばっかりだから。あっ、危ねえ。今日は開幕さから引っかかりませんでした。上に50コインがあるな。あの50コイン取らない方がいいよ。だいたい50コインとかそういうのは罠っていうのが多いよね。 P スイッチが出てきたよ。この P スイッチを踏んで下に行けっていうことだよね。じゃあこれアイテムなんかな。やっぱりアイテムじゃねえか。今日なかなか調子いいんじゃないの。大体開幕速攻で開幕花。それじゃあここは下に降りたらすぐブラパをかわせっていう感じだね。そしてピースイッチの音鳴ってるけど、これ恋になんないのかな。なんない感じだね。じゃあ渡っていこうか。そしてこっから右にジャンプしてあの土管の方に行きたいと思います。下に行ったらなんかまた P スイッチが発動してさ、あのブロックコインに変わりそうじゃない。そしてここは上に行ってこの土管に入れと。せめて入れさせてよ。この場所どうやって行けばよかったんだろうね。一旦ジャンプしてこの砲台が左に行くみたいな。なるほど、こっから乗せればいいの。これ下のブラパが押し寄せてくるとかそんなんはないよな。ピーヨンがなくなったら、なるほど、左に行って上の土管に入れるっていう感じか。だから入れさせんかーい。なるほどね。今マリオが出てきた土管のところでジャンプして砲台の右側に行けと、そういう感じだと思うんですよ。タイミング見てここ。いや、まだワンチャンあるよ。こっから右行ったら砲台が。やっぱりね。さあ進んでいきましょう。優しいね今日の制作者。ヒントって書いてないか。優しくないじゃないか。いや、まだこの先のヒントが何なのかによるね、優しいか優しくないか。ここは P スイッチを叩いて。え、ヒントは何。ヒントが分かんないよ。あ、分かった。一旦 P スイッチとキノコを取って入り口のところに戻れっていう感じなんだろうね。ブーじゃねえんだよ。それじゃあここでキノコを取って P スイッチを持って左に戻れば先に進めるようになるみたいな、そんな感じだと思うんですよ。さあ崩れ落ちるがいいさ。はい。崩れ落ちりゃはいとかもう二度と言うことなさそうだね。じゃあこのブロック開くと思うんだけど、右行ってすぐ左。あ、ドッスンがパワーブロックで壊してくれるっていう感じで、これはコイン。これは何。オープンの。ブラパには引っかかりませんでした。そろそろ中間ポイント欲しいな。この記録も欲しい。あ、まさにこれは。絶対左落ちる感じでしょ。これは。ちょっと待って、これキノコ取るなってことを取らなかったら、いや強制的に取らされるやんか。どうすればいいのよここ。次は逆に左の方行ってみる。こっちにおるのが正解みたいな。そしたら砲台は来ないよね。でキノコが来るのはいいんだけど、こっからキノコを取ってボム兵を叩けっていうことかな。なんだこれは、超想定外だよ。それじゃあ次はさ、左のボム兵叩いてみようか。オンオフが変わらなきゃ先に進めないと思うんだけどな。あ、やっぱりオンオフが変わったね。そんでキノコを取って下の方から行ってみる。上っぽいけどな、下行ってみようか。どうなる、こっちで正解なのか。いや、下でやってるっぽいね。でこのボム兵で右のブロックを壊せっていう感じでしょ。さあ進んでいきましょう。キノコダメって書いてる。キノコ取らなかったら右の氷溶かせるんかな。でもさ、一旦戻ればやり直しワンチャン効くんじゃないの。ほら、なんかブラパがいるね。これやり直し効かしてくれとか優しいな今回。さっきおらんやったやんか。それじゃあここは一旦上のブラパに当たってこのままチビで進んでってみようか。そしたらね、先に進めると思うんだよね。なるほど、これでフラワーが出てきてくれてるっていう感じなんだね。さあ行きましょう。ガンガン、これで左の土管、それとも右、
どっちだろう。あ、土管は入れない。いや、まだいけるよね。ここでなんか壊れるんじゃないの。この唇植物。スーパーコインコインタイム。今回このトラップはうまかったね。連打してボム兵を上に上げろっていうことね。それじゃあこのまま右に進んでいきましょう。このハテナブロック叩いていいのか。叩きます。どこ行ってんの。ねえ、そんなところ上まで行かないで、持っていかないで頼むって。そういう感じもあったんだね。それじゃあここはハテナブロックを叩かない方が良かったよ。で、このピースイッチを持って一旦下で振ってみようか。そしたら絶対こっちになってる。オッケー。そしてね、僕みんなに言いたいことがあるんですよ。僕ド M ド M ってめっちゃ言われてるけど、めっちゃド S だからね。実際もう人にちょっかいかけるの大好きだからね。でね、僕がコースでたまにさ、豚が出てきたらさ、この豚野郎がって言うと思うんですけど、ヨキングさんから豚野郎って言われたらなんかドキドキしますっていう変人もいたんですよ。なんで僕もっと言いたいと思います、この豚野郎が。さあ無事中間ポイント取れました。ここは左でいいのか。ギリギリまで、よくよく、そして右。いや絶対これが正解だよ。ぬるいね。こんくらいは僕わかっちゃうよ、トロールキングだからね。さあ、あ、いや違うんだって。だから皆さんすいません、左に行っては見たいと思うんですよ。絶対死に耐久だと思うんだよな、こっち。いや絶対そうだろうと思った。いやでも何この死に耐久。この辺に追っておいて鉄球を下に落とせっていう感じかな。いやこれめっちゃ簡単なんじゃないの、鉄球落とすだけじゃんで、ね、いやこんな死に耐久じゃないんだって。もうちょっとテクニックを要してさ、死に耐久を持ってくるとかそんなんしてほしいな。なかなか落ちてこないな、鉄球頼むって。落ちてきてよ、もうちょっと裏手。よっしゃ。どうもご視聴ありがとうございました。そんじゃさっきはさ、ブラッパに当たってしまったけど、このカロンの甲羅を手に入れて上に行くで合ってんじゃないのかな。そんでヒップドロップでこのガリガリをかわす、そうだと思うんですよ。合ってて、合ってんのかな。いやでもカロンの甲羅持ってこいって書いてるから、あ。結局ここじゃねえか。いやでもこの賃貸機はそんなに難しくないからね、ちょっと飛ばしたいと思います。それじゃあここの鉄球を叩いて左の場所に逃げておけ、そんでカロンの甲羅捨てて上に行けっていうことだろうね。さあこっからどうしよう。これはハテナはなんもないか。このブロックは、ごめん、あいつら無視した。なんか危ない予感がしたんだ。あなたはなんで無視させてくんないの。それじゃあこのドアに入ると右にダッシュして早くブラパをかわせっていうことだね。さあ進んでいきましょう。左のドアはまあ無視しといていいで、ここ下に降りていいのか。頼む、何もないで。よっしゃ、足場がちゃんとある。あ、ここピンクコインコースなんだね。そして右の土管か、この下で矢印か。たまには信用してもいいよね。まあ、いつも信用してるけど、頼む何かって。あっ、たまにはさ、マグマの中に入ってみるもんだね。それじゃあ進んでいきましょう。こっちで合ってんのかな。チェックポイント1。チェックポイント2すら取ってないやんか。何をチェックポイント1って。いやでもこっから何が違うっていう可能性も僕は捨ててないからね。頼む、やった、来た、あっつ。今日なかなか冴えてんじゃない、調子いいね。そしてこっから下に行けばなんかあるみたいな、砲台があるけどさ。でまたさ、ここでフラワー取れんのかな。フラワー取って土管に行けみたいな、そんな感じ。え、今日めっちゃ順調すぎて怖い。自分が怖いで、マジでトロールキングになれるんじゃないの。スター取ってるけど鍵は、鍵今なんか手に入れた。こんなんでいいんですか今日。全然罠に引っかからない。何はやめてよ、もう流れを崩さないで。絶対こっち罠でしょ、やっぱりそうだね。ロングパイプって書いてる。ここは頼む、スネークブロック、あなたしかないんだ。そこにゴールを隠してるみたいだ。そんなのあるわけねえだろ。あ、
取ってるよ、中間ポイント。この下が中間ポイントだったんだね。そしてこれも上に行くしかなくなってるけどさ、え、こっちで合ってんの？まあ、こっちしかないから絶対こっちが合ってると思うんですよ。さあ進んでいきましょう。ここ絶対中間ポイントのところじゃん。で、チェックポイントの位置こんなあったよね。俺やっぱりやめてって。もうそういうのじわじわするとさ、いっそのこと僕を早くチェックポイント位置戻してよ。はっ、いやまさかゴールがあるなんて思わなかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオちょんちょんジャンプということで、説明文を見てもらっていいですか？ちょびちょびジャンプって書いてるんですよ。どっちなんで、ちょんちょんジャンプなのかちょびちょびジャンプなのか、コース名と説明文反対にしても問題はないんじゃないのか。まあうるさいやつはほっといてですね、このコースバッファージャンプをしながら右に進んでいくコースだと思うんですよ。まあ最速が2秒ちょいだからそんなに長くはないとは思うんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。まずさ、バッファージャンプする前に先見てっていいかな、もしかしたらしなくていいみたいな。やっぱしなくちゃいけないね。で、バッファージャンプっていうのを知らない方もいるかもしれないから、ちょっとだけ説明する時間もらっていいかな。バッファージャンプっていうのは、一発目のジャンプをした後、着地した瞬間に一瞬だけジャンプボタンを押す、これで高さ2マス以内のジャンプができることをバッファージャンプって言うんだよね。最初一発目のジャンプっていうのはね、2マス以内に収めることができなくて、着地した瞬間 A ボタンを押すと2マス以内のこういう最小ジャンプができるようになるんだよね。それを駆使しながら右のゴールバーを目指せと、そういうコースですね。いや、今たまたまさ何度か成功できたけど、これ実はなかなか難しいんだよね、何度も成功させるのって。これを2秒でクリアした人すごくない？もうクリアしてるってことでしょ。僕はこの速度で精一杯なのに。最速2秒ってことはさ、端っこにスターかなんか隠されてんじゃないの？あったね。みんなには見えてないと思うけど、僕には見えるんだよな。てて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 。何やってんだろうね。これよく考えたらさ、最後にパックンがいるじゃん。なんでしゃがんでった方がいいと思うんだよね、こういう風に。そしてあのゴールバーを目指す。おっしゃ。そんでね、僕プレイ中によくバカ笑いしてると思うんだけど、自分の青さ加減にマジで笑いが出ちゃうんだよね。なんで今から笑うの禁止でいこうかなと思います。お姉ちゃん何してるの？昨日ね、ケーキバイキングで食べ過ぎちゃって、痩せようと思ってジャンプバイキングしてるの。楽しそうだね、僕も混ぜて。ワンツーワンツー。足折れちゃった。ピオキング、わしに任せろ。ジャンプスクワットは一番得意なんだ。てい、何やってんだお前は。あんな頭がイカれたお父さんをほっといて、私に任せなさいピオキング。お母さん、お母さんエアロビなら。違うんだって。いや、これほんと難しいね。笑いをこらえながらするマリオの次の次の次ぐらいに難しいよ。最後のハリのところがさ、ここ、やった。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。